なんかあのツイッター内といいますか X 内というのかどうか分かりませんけども、なんかこの祭り限定のメタルクーラーがなんか強いじゃの弱いじゃの少し荒れておりますが、いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパムキです。本日もロックアンバトルやっていくんですけども、いや私は強いと思うんですよ。強いと思います。なのでちょっと今日ね久しぶりにまあ使ってみようかなって、ちょっと引っ張り出してきたんですけども、まあ、最強の一族の 200% リーダーですね、うん、で、去年の世界同時キャンペーンで実装されました祭り伝説降臨で、でその実装当時私これ手に入ることできませんでした。で復刻で、まあ、やっと一突までこぎつけたんですけども、あのその出た時はあの本当に純粋に心が嬉しかったし、まあ、一時使ってましたけども、あの今じゃあ使ってるかって言われると、まあ、正直あんまり使ってないですね、うん、っていうのがメタルクーラー、まあ、このパッシブが、まあ、リバイブついて、まあ、あの攻撃、受ければ受けるほどアタックディフェンス伸びていきます。でメタルクーラー編成おると、まあ、HP も回復とかもあの素晴らしいパッシブなんですけど、このメタルクーラーに応じたあの高難易度ステージがまあちょっと今ないんすよね。ないっすね。だからじゃあそれでこそ新しく出たこのジャークリュー誕生の V スーパー EC のじゃあ使えるかっていうのとはあの通常攻撃の結構食らいます、結構食らいます、うん、なのでこのメタルクーラーに応じた、まあ、校内のイベント、まあ、今後出るかと思いますので、その時に使ったらいいんじゃないと思ってる、うん、だからその応じたステージがないがゆえに、まあ、メタルクーラーって弱いんじゃないってなってるかと、まあ、思うんですけども、うん、個人的な意見はこの祭り限定のメタルクーラー強いと私は思ってます、はい、なので久しぶりに使いましょう。じゃあどこで使うか、はい、サイヤの投資で使いますで去年の世界同時キャンペーンで携わったキャラ編成ですね、うん、あのフェスゲンのメタルクーラー、うん、で大乱戦のメタルクーラー軍団で変身クーラーでフェスゲンね、あのチート級のクーラー最終形態で通常会社さんのクーラー最終形態、これ世界、同時去年の世界同時キャンペーンで携わったキャラたちでございます。もうそれはそれはもうこのチーム編成めちゃめちゃ、強くなりましたし、でこれ以上のこのクーラー最終形態以上のキャラが、この2023年世界同時キャンペーンで実装するかと思ってます。まあ、合体ザマスか、まあ、ザマス&悟空ブラックかちょっと分かんないですけど、ね、久しぶりですねこのサイヤの闘志、最強のプライドのサイヤの闘志ステージ、あのもしねあの動画出てたらごめんね、うん、まあ、おそらく出てるんでしょうけども、はい、ほんまメタルあのねクーラーメタルクーラーの隣メタルクーラーを追ってくれた方がいいんだけども、まあ、今回こう言って、まあまあまあそんなに難しいステージじゃなかったと思う。なんかね劇場版ボス、カテゴリーで言ったらいいよみたいな、なんかそんな感じだったわこのステージは。ああ懐かしいな。だから今年の2023年世界同時キャンペーンでもなんかその未来編一覧がこの最後の当初最強のプライドみたいなステージ、高難易度ステージ、実装するかと私は思ってるんですよ。だから最後、まあ、トランクス&マイとかあれだ孫悟空&ベジータで最終戦でベジットブルーみたいな、そんなね、ステージ、実装するかとは思うんですけども、まあ、おそらく、まあ、世界同時キャンペーン、まあ、8.5 周年ですね、 8.5 周年、まあ、たくさんの龍石、配布してくれるかと思います。でたくさんのイベント盛りだくさんかと思いますんで、ぜひこの機にドッカーバトルインストールしてない方はね、まあ、インストールしていただいて、特殊のパンブーキーチャンネルをチャンネル登録していただいて、コメント高評価もしていただいて、共にドッカーバトルを楽しんでみたらいいかなと思ってます。これやべえ、こいこい私はそう、まあ、みんなで楽しんで、まあ、結局何が言いたいかって、もう強い弱い関係なし、この純粋にドッカーバトル楽しもうぜって話ですわ。いやほんまに、うん、楽しんだらいいのよ。またあるよ、そらいろんなキャラ、強い弱いあるよ。もうそれとこそ昔のね、昔のフェスゲンとかさ、昔の通常ガシャさんキャラの定数アップとか、いまだにあるよ。まあそんなんも話にならないから、まあ弱いはそれは弱いなって思うんだけども、やっぱりこの、なんていうのかな、新しいキャラ、その、何かと比べて弱いっていうのはちょっと僕の中では違うんじゃないかなってちょっと正直、思っちゃう、うん、
まあ、もっとも盛りだくさんなイベントも来ると思うよ。うん。で、龍石、みんなで神引きしようよ。みんなで神引きしようぜ。うん。どうしよう。学校行きたいな。あんまりクーラー、あんまクーラー最終形態受け取らないね。クーラー最終形態受け取らないな。受け取らなくない？受け取らなくない？このね、通常会社さんの技のクーラー最終形態、極限実装した時はもうそれはそれ嬉しくて、もう急いでリンクマックスにして遊び倒してたんですけども、もう今じゃ使ってるかって言うと、いや別にそんなに使ってないですね。だからやっぱりどうしても、クーラー、手付けのクーラー最終形態を使ってしまう。なんか極限ミッションで来なさいってなったら、やっぱりリーダーはあのフェスゲンのクーラー最終形態にして、あと恐怖の制服変身強化の 200% で地面接してしまいますよね。どうしよう、やっぱメタルクーラー弱いんだと。メタルクーラー弱いかもしれない。まあ、ウイスキー効いてますね。ウイスは効いてますけど、あれこんな苦戦したっけ。飛行弾が異常なのか。まあ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 いい。え、じゃあ次のターンやばくない？やばくないですか？わ、1000万円強いで。まあ、ブレソンさん2時やけど強いけどな、強いと思うけどね。なんかアクティブとか久しぶりみたいね。メタルクーラーね、このクーラー最終形態はもう目がちぎれるほど抜けるけどね。けどそう考えたら祭り限定メタルクーラーあんま使ってないな。やっぱりね、このフェスゲンのクーラー最終形態がチート級やわ。いやほんまに、だからこれ以上が出るってわけでしょ、今年の世界同時キャンペーンでは。だったらもうね、悟空&ザマス、悟空ブラック&ザマス でターン追加で合体ザマス、いや違う、合体ザマスかな。そっちがセオリーね。何がどうセオリーなのかわからないけども、うん、あ、見えるやん、久しぶりに見ましょうね。どうやしようかって、これ久しぶりじゃん、前見たっけな。ああ、去年俺もう初めて見たの、感動したけどね、去年の世界同時キャンペーン。お前の生命エネルギーを全てもらう。まあ、その去年の世界同時キャンペーンでは手に入ることはできませんでしたけど、借りて使ってみた動画出てたっけな。もうそこへなわったらもう1300本動画出してますから、もう何出したか忘れてる。まあそんなこんなでね、まあ、祭り限定のメタルクーラーは強いですよ。ただそれに応じたステージがないだけで、他のキャラと比べちゃうがゆえに、まあ、弱いっていう認識になってしまうのかどうかわかんないんだけど、まあ、強いっすよ、私も強いんで、まあ、耳だ使っていこうよ、うん、で今年のね2023年世界同時キャンペーンは、まあ、これ非常のあのぶっ壊れキャラ実装されるかと思いますんで、組を長くしてね待っておきましょう。あと5日ですわ、というところで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。